どうも、ゼキです。今日はですね、前回予告していた通り、電動カブ2号機のバッテリーパックを作っていきたいと思います。はい、というわけで、バッテリー作るために用意したものがこちらになります。同じものが使いたいっていう方は概要欄に URL を貼っておりますので、そちらからご覧ください。というわけで、まずは BMS ですね。これを使っていきます。 40A まで流せるものを使います。温度センサー付きです。で、続いて充電ポートはこちらを使います。電動カブに使っているバッテリーパックと充電器を共用したいので同じものを使っていきます。で、これですね、こういうやつ、18650のホルダーですね。大量に購入しております。と、一番最後に使うと思うんですけれども、熱収縮チューブ、すぐ手に入るのが青色でしたのでこちらを使っていきます。もちろんですね、18650バッテリーも必要になってきます。 SOC は全部揃えてきております。あと、スポットウェルダーも必要かと思います。前回の動画でね、紹介しているので、ぜひよかったら見ていただけると嬉しいです。あと、ニッケルストリップはこちらを使います。 H 型になっているものですね。純ニッケルの 0.15 ミリのものを使っていきます。あとね、テスターとかハンダゴテとか一般的な電子工作に必要なものたちが必要になってくるかなと思います。はい、で、バッテリーですね、この下部の燃料タンクの中に収まるような形で作っていきたいと思います。既存のバッテリーをどこかにつけるとか、いろいろ考えたんですけれども、今回はこの燃料タンクの中にバッテリーが入ってるという仕様の方が、いろいろと都合がいいというか、コンバート EV っぽいのかなと思いましたので、今回はこの中に収めれるような形で作っていきたいと思います。というわけで、この燃料タンクに合わせて作っていくんですけれども、ここの部分がね、ちょっと斜めになってますので、こうなんかここの部分が切り替えたようなバッテリーパックになるんじゃないかなと思います。充電ポートはここにこんな感じでつくようにしたいなと思っております。まだ部品の選定とかできてないんですけども、電圧計というかバッテリー残量計をここにつけたいと思います。全部ね、元々の純正の下部の純正の部分を生かしたような形で作っていきたいと思います。というわけで、この燃料タンクに合わせてホルダーを組み立てていきます。ホルダーたちは、差し込んでこんな感じではめると、いろんな形にね、組み立てることができます。ということで、バッテリーの形状が決まったら、ホルダーの接合部分は手ではめただけだと浮きがあったりするので、ハンマーとかで叩いてしっかりと接合しておきます。こういう感じでいいかなと思います。ここの切り欠きはこう避けるためのやつですね。で、ここの部分は充電ポートがこう多分来ると思いますので、そのためのスペースを空けておきました。これで4パラレルの13個分のホルダーが完成ですので、もう片方も作っていきましょう。はい、ということで2個完成です。こういうね、感じで使っていきます。ということで、早速挿していきましょう。はい、というわけでバッテリー全部刺さりましたので、片側を取り付ける前に BMS のこのセンサーを取り付けておきたいと思います。後からここの隙間からね、入れることができないみたいなんで、先に取り付けておきます。真ん中ら辺で計測したいので固定していきます。はい、めっちゃ汚いんですけども、ホットボンドで取り付けまして、こんな感じで戻しまして、で、蓋というか、もう片側のホルダーを取り付けていきますと。はい、 BMS がここら辺にこう来る感じですね。で、あとはニッケルストリップをこうパチパチしていくだけなんですけれども、プラス側の方は一応こういう絶縁のなんか丸い輪っかみたいなシート買いましたので、さっきね、出し忘れてたんですけども、これを一応貼っておこうかなと思います。先に貼っとった方が良かったやつだな。先に貼っといた方が良かったと、ね、いうことで一旦外します。
最初から入ってるんでいらないかなと思ったんですけど、一応プラスとマイナスが分かりやすくなるんで、自分のために貼っておきます。一応あとね、まああるならということで、あるなら使おうという感じですね。ほい、一旦戻しまして、こっち側もやっていきましょう。はい、OK です。ということで戻しましょう。はい、ニッケルストリップですね、こういう形に切り出しました。こんな感じでつけていきます。その前にこの本体が動くのもあれなので、絶縁テープで先に固定しちゃいたいと思います。全てのニッケルストリップを取り付け終わりましたので、全体の電圧を測ってみます。約 47.8V です。はい、というわけでバッテリーですね、ニッケルストリップ取り付け完了しましたので、 BMS の、ハーネスを取り付けていきたいと思います。このハーネスは各バッテリーのユニットを監視したりとか管理するためのハーネスになりますので、間違いないように配線していきます。バッテリー形状の兼ね合いで各セルの配置が結構絶妙なので、ハーネスの取り回しもそれに伴って複雑なものとなっております。バッテリーの形状が四角であればもう少し綺麗に取り回せるかなと思います。はい、というわけで、BMS のハーネスの取り回しですね、一応完了です。想像してたよりも汚い取り回しというか、綺麗に取り回すことはできなかったんですけど、まあいいでしょうということで、あとはこれを刺すんですけれども、その前にここのカプラーのところの電圧を測っときたいと思います。配線の間違いがないかですね、測っていきたいと思います。うまく接続できていれば、順番に電圧が上がっていくはずです。はい、ということでここのコネクターのとこは大丈夫そうなので、あとはここのモーターとかにつながる配線をつけたいと思います。それからねコネクターを挿そうかなと思います。先につけておけばよかったですねあんまり深く考えてなかったんで。放電側の電線は10スケを使っていきたいと思います。まあ14はちょっと大きいかなと思いましたので、今回10スケを使っていきます。というわけでこの10スケのハーネスをハンダ付けしていきます。 BMS の種類によっては最初から配線が出てる場合もありますので、まあ物によってはこの作業は不要です。バッテリーと配線の接続は余ったニッケルストリップをハンダ付けした後にスポット溶接機で取り付けるというような方法でやってみました。プラス側の配線も同じような感じで取り付けていきます。で同時にですね、充電用の配線もハンダ付けしていきます。充電用の方には 1.25 スケの配線を使用しております。続いて放電用のハーネスの方に XT90 コネクターを取り付けていきます。コネクターの定格電流がバッテリーの仕様と合ってればアンダーソンコネクターとかでも全然 OK かなとは思います。最後に充電用のコネクターをハンダ付けしていきます。3極ありますが使うのは2極で、余った1極には熱収縮チューブをかぶせておきます。はい、というわけでコネクターまで取り付け終わりましたので、熱収縮チューブで絶縁していきたいと思います。まあ絶縁フィルム結構貼りましたけれども、まあ念には念をというか、まあ見た目がね、見た目がこれじゃあれなので、はい、この絶縁フィルムで外側をカバーしていきたいと思います。これをこんな感じで切り開いて、で、これがこれぐらいかな。よいしょ。この辺かな。さっき切ったやつを適当に横に飛んで。いいでしょう。じゃあ収縮させます。
なんか想像よりもなんか違う。こことかが破けちゃってますんで、もう一回やります。作戦を変えよう。はい、というわけで、最後のヒートシュリンクが、だいぶ下手くそなんですけれども、まあとりあえずね、形にはなったというか、バッテリーパックにはなったということで、まあ、バッテリーの中身が完成した状況なんですけれども、まだ安全装置というか、まだ BMS だけなので、まあそれ以外に、ヒューズとかサーキットブレーカーとかつけるのは、バッテリーボックスを作る時に一緒にやろうかなと思っております。まあ、その時にね、メーターとか、メーターっていうか電圧系、電流系みたいなやつとか、あとこの充電ポートの刺さるところ作ったりとか、まあいろいろやっていきたいと思います。本当はコンタクターとか載せる方がいいんですけれども、まあ、原付だし DIY というか、個人で作って個人で乗り物なんで、まあ、コンタクターとかまでは、まあ、メーカーさんとかだったらそういうのを取り付けていくような感じになるかなと思うんですけども、まあ、今回はね、バッテリーパックの中身が完成しましたということで、バッテリーボックスとか作って、まあ、一旦走った後になるかどうか分かんないんですけれども、これのさっき使った BMS を交換しようかなと思っております。その時にね、このヒートシュリンクやり直しできると思いますので、まあ、その時には綺麗にねできるようになっておきたいと思います。放電テストとか充電テストはまた後ほどやろうと思います。ということで、今回はバッテリーパックの製作編でした。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。